皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。おい、ロソフィア実況プレイパート58、サブイベント回収の続きでございます。今回はバンのサブイベントの回収ということで、王国首都マシェにやってきています。やっていきましょう。バンはついでにあれですね、武器の回収もあると思うので、それも一緒にねやっていきたいと思います。さて、どこに向かえばいいんだろう。お、ここに来たのならちょうどいい。手間が省けた。何？どうしたの？虹色宝石を持っていく。虹色宝石？昔、同盟国から献上された超強力な宝石だ。その宝石を使って強大な魔物を倒したって逸話もある。クロムとの決戦を控えている今、そのような宝石があれば心強いな。確か王宮の大書院に保管されていたはずだ。なるほど。釣りがちょっと心もとないんだよな。前回のボスで結構ボス力使っちゃったんだよね。おお、バン様、お久しゅうございます。お前はジアン。お前が来ているってことはまさか彼女も。それがリリシア様は我らの精神も聞かず、今しがた大書院の中へ入ってしまい。なんだって？この大書院が侵入者に対してどれだけ危険か知ってるだろう。申し訳ございません。一体何しに入ったんだ？それが虹色宝石を取り戻しに行くと言っておられまして。あいつ、勝手な真似を。ねえ、誰なの、リリシアって？俺の幼馴染だ。小さい頃によく遊んだ。わかってる、大切な人なんだろ。僕にできることは手伝う。彼女を探しに行こう。すまない。なんだ、もしかして、あれか？バンのこれか？戦闘モードに移行する。光変えないんだけど。力押しだけでは。打ち抜けないものはない。外してるし。経過良好。動きについてくれ。続く。アクチュエーター最大起動。俺も行くぞ。行くよ。はあ、やるな。僕も続くよ。行くよ。完了。ルビナ早いな。まあ、こんなもの。謎は解いてあるからサクサクだね。一応ここでさっきやっちゃった分の回復を。あれ、レベル上がったっけか。スーパーとクイックセーブしかしないもんな。いた。さあ、かかってらっしゃい。私はあなたたちを恐れたりはしません。
でも逃げるのなら今のうちですよ。バカが。あれがリリシャさん？こんな時に何を挑発しやがる。魔物に囲まれてもあれだけ公然としてられるのは、博士予定に自信があるんだろう。どけ、下がっていろ。あら、バン君、こんなところで何を？悠長に話してる場合か。状況考えろ。この人たち、バン君のお友達？バン君がいつもそうになっています。いい名付けのリリシャと申します。やっぱり？あらあら、丁寧な挨拶を痛み入ります。え、いい名付け？いい名付け？バンの？なんだ、バンの結婚相手か。本当なのか、バン。うるさい。いろいろと事情があるんだ。黙ってろ。怪我はありませんか？ありがとうございます。おかげで助かりました。我が国と同盟を結んでいる大公のご令嬢だ。これでも私、国では剣士を務めさせていただいてますの。おう、剣士とな。バカ、お前まだそんなことを。お言葉を返すようだけど、私が剣士の道を選ぼうとバン君には関係のない話だと思う。それより、私もお仲間に加えてくださいな。女性もいらっしゃるようですし、問題ないでしょ？あいつらはその特殊だ。男も女もない。随分な言われようね。同感だ。あ、いや、そんなことより。何でしょうか？虹色宝石はどうした？あれはこの国の宝だ。勝手に持ち出すんじゃない。俺たちは今世界を救おうと必死になっている。あの宝石が必要だ。持っているのなら俺によこせ。虹色宝石はバン君に渡せない。もともと私の家系に受け継がれていた宝石ですから。おい待てよ、確かに虹色宝石はそっちからの献上品だったけど、まさか今更返せっていうのか。虹色宝石は友好の印としてグレーシア国に送られた。でもそれは婚姻関係を前提に送ったものです。まあそれは父上から聞かされていたが。ではご自分の立場がお分かりでしょう。まさか虹色宝石と引き換えに結婚を迫る気か。どうやら問題の解決法は極めて単純なようだ。バンがさっさと身を固めれば全ては円満解決ということだな。一言だと思って気軽に言うな。力ずくでも渡してもらう。俺たちには時間がないんだ。こうしている間にも世界のロストは進んでいく。それを止めなきゃならないんだ。愛する人がいないのならこんな世界に意味はありません。わかんねえやつだな。ごめんなさい、わがままを言って。お？初めから素直に渡せばいいんだ。用は済んだ。行こう。いいのか？リリシアに別れの挨拶もしなくて。あいつは年上のくせに昔から泣き虫だった。どうせ泣くに決まっている。女の涙は苦手だ。後悔しない？俺たちはクロムを倒しに行く。生きて帰れる保証なんてどこにもない。万が一のことがあったら、一人残されたあいつは未亡人になった上に国まで背負わされたら重たすぎるだろ。あ、お前彼女の行く末を心配して拒んでいたのか。今度はこの命を捨ててでも、たとえ差し違えてもクロムを倒す。命を捨てる方向に考えないで。全員で戦い、全員で生きて帰る。それが僕たちの勝利だ。
OK。まあ、とりあえず虹色宝石もらえたんだ。さてさて、集中して。おっと、一気に突破する。行くよ。動きについてくれ。準備完了。自称の地平へ消し飛んで。アクチュエーター最大駆動。負けてられない。いける。天の力を思い知れ。まあこんなものだ。なんだと、これはどういうことだ。どうした。ちょっと強く逃げただけで虹色宝石が粉々に。まさか偽物。くそ、俺としたことが。リリシア追うぞ。やられたね。リリシアはどこへ向かった。申し訳ございません。私はここの警備担当ですので、リリシア様の行き先までは。くそ、どこに行った。彼女が行きそうな場所とか思えたることはないのか。犬付けであれば一つや二つ思い出の場所くらいあるだろう。うるさい、今考えている。少し黙ってろ。ちょっとよろしいですか。なんだ。すみません。落ち着いてよ、バン。怯えてるじゃない。何か気がついたことでもあったの？はい。偶然リリシア様とジュアンダの会話が耳に入ったのですが、何やらどこかに何かを隠すと言っていました。隠すならこの近くの魔物がうろついている場所で、沼の底に沈めれば万全だと話されていました。何を隠すつもりかは聞き取れませんでしたが、これって手がかりになれますか？ありがとう。とても貴重な情報だよ。この近くの沼の中、そして魔物のいる場所。帰らずの出現ではないか。虹色宝石はそこに沈めて隠しておくつもりか。よし、帰らずの出現に行こう。急がないとリリシアさんが。すまないみんな。オッケー。あれ、帰らずの出現ってなんだっけ。なんだっけ。なんか蝶みたいなやつと戦ったとこだっけ。バンとカナタ二人で。それともなんだっけ、疫病のとこ、でっかいカエルのとこ。あのカエルも厄介だったからな。とりあえず奥の方まで行ってみよう。どうしてこんなことを。
遅すぎましたね。もう虹色宝石はこの沼に投げ捨てました。リリシア、ありがとう。再会してから初めて名前で呼んでくれたね。昔一緒に遊んでいた頃を思い出しました。殴るのならどうぞお好きなように、切るのならば切ってください。罰を受ける覚悟はできています。もういいじゃないか、バン。俺の前に二度と顔見せるな。婚約は解消だ。はい。なんか屋根貸したんだよな。なんか見覚えある。なんだこいつ。膨大な魔力の反応確認。手強い魔物だぞ。そんなことどうでもいい。こいつは俺が始末する。歯応えはあるんだろうな。行くよ。いやー、なんかまた状態異常とかやってきそうな。混沌を律する風。行くよ。行動可能。前者と終焉を導く揺らぎ。ちょっと離れ気味に戦おう。魔力を弾丸に変換する。僕の番だね。でもオールが届かない。それはそれと困るな。とりあえずこのフェルだけだもん。ここは敵の力を削いでおく。ありがとう。行くよ。混沌を律する風。行くよ。行動可能。宝石球は不穏の光。分析開始。どれだけ一気に攻められるか。照準完了。クソでしょ。甚大。俺がやる。食らいつくせ。いける。宝天輪、天の力を思い知れ。お、よし、催眠ガス封印した。やれる。動きについてくれる。いくよ。いいんで。ファーストバインド覚悟してよね。HP 怖いな。ポーションくらいでまず回復しよっか。バイタルコンバーター作動。助かった。俺がやる。でイグニッションで援護は任せておけ。これで戦える。なんかあんまり行動しようないな。聞かないよ。いける。でも地味に痛い。援護に回る。私に任せて。やれる。混沌を律する風。おい、やれる。準備完了。自称の地平へ消し飛んで。外しるし。 LAD プログラム起動。俺がやる。後期だ。仕留める。やれる。いやー、どう何やってくるかちょっと読めねえな、こいつ。動きについてくれる。記憶の輝きを力に変える。もうすげえダメージ。やれる。準備完了。バトル環境が変化。対応する。ダメージはどうでしょう。ここらかな。バイタルコンバーター作動。まだ戦える。これが世界の力を極限に得る極意よ。行くぞ。アクセレート。抵抗は無駄だ。行ける。ちょ、ホテに力押しだけでは。
行くよ。おっと、うーんと変装クオンコ透析球はクオンの光強い。いやー、今刹那も狙いこかったな。しまったしまった、押し押された。つまずくわけにはいかないかな。なんかもはや簡単にレベル上がんねえな。リリシア、じゃん、リリシアは大丈夫なのか。おそらく数国の命。マジで？リリシア、なぜ逃げなかった？剣士として戦うつもりだったのか？なぜ剣士なんかにこだわるんだ？まさかご存知なかったんですか？てっきり姫様が話されているのかと。どういうことだ？確かに、もともとは子供の時に言った軽口だったのでしょう。姫様の性格ですから、意地になっていたところもあると思います。しかし、グレイシア王国がロストした時、姫様は大層悔やんでおられました。それでも、王国の再生のため、姫様なりに方々を手を尽くしたのです。その時に、バン様が名を逃れたことを知り、いつか来てくださると信じていました。言い名付けである自分にきっと協力してほしいと、相談にいらっしゃると思っていたのです。ですが、バン様はついぞ姿を見せにはなりませんでした。自分は、頼られるだけの価値はない、無力な存在なのだと姫様は思い、困れ、相当悩まれていたのです。まさか、それで剣士の道を？はい、自分が強くなれば、バン様も信頼されて心を開いてくれるはずだぞ。このバカ。それで協力するどころか、自分が怪我するなんてどういう了見だ。バン君が、来ると、すぐにわかるよ。だって、太陽と同じ匂いがするから。リリシア、ごめんね。バン君のいい人になれなくて。姫様。リリシア、嘘だろ。お前が虹色宝石を捨てとしなければ、こんなことには。俺が守ってやれたのに。虹色宝石はかつて、実験により生まれたものだと聞いています。ですが当時から、あまりの力ゆえに人々は恐れ、ついには人の手によって二つに割られてしまったのです。割られた宝石の片方はその後、ロストしてしまったと言われています。そして虹色宝石は分離されたもう一方の宝石を求め、今も一つに戻ろうとしているのだと。戻る場所のない宝石か。ですが、虹色宝石はただの宝石ではありません。その美しい通りのとは裏腹に、いわば呪われた宝石なのです。呪われた宝石？戻る場所のない宝石は、元の姿を求めて、とどまることなき力を放出します。つまり、今はもうないもう一つの宝石を求めるってこと？さようでございます。それゆえ、そこから導かれる力は、並大抵のものではありません。ですが、一歩間違うと。どうなるの？虹色宝石は、戻る場所を求めて、持ち主をロストさせてしまうのです。少なくとも、姫様の家系で5人が犠牲になっておられます。ロストされた人の記憶は、虹色宝石に取り込まれ、虹色宝石は、また新たな力を得ることになるのです。なんとも恐ろしい宝石だな。そうか。それで持ち出したんですね。虹色宝石がつかなければ何の問題もありません。装飾品としては唯一無二の美しい宝石です。ですが、実践で使うとなると話は別でございます。姫様は、バン様をそのような目に合わせてはならぬと。言葉で止めるだけでは、バン様はきっと宝石を使ってしまう。民たちのために自らを犠牲にしようとするだろうと。それで虹色宝石を捨てとしていたのか。俺に嫌われることを承知の上で、宝石から守ろうとしたのか。バカ野郎。年上だからって余計な世話ばかり。まだ方法が残っている。え？この虹色宝石を使って、
彼女の命を再生させるんだ。どういうことだ。僕の力は記憶を操る力だ。にじる宝石から記憶が取り込まれてもロスする間に記憶を送り込めばいい。だがそうなると虹色宝石は多分限界を超えて取り込むから消滅すると思う。それにもし虹色宝石の方の力の方が勝ればリリシアは宝石に取り込まれ二度と再生できなくなると思う。選ぶんだパン、虹色宝石かリリシアの命か。決まってるだろ、リリシアの命だ。僕だけの力じゃ無理だ。彼女のことをよく知っている人間の思いが必要になる。バン、君の思いで取り込まれないようにするんだ。お前は愛する人がいないのならこの世界に意味はないと言った。でも俺がいるんだ。だからこの世界に戻ってこい。まさか、カナタ、ダメだったの？わからない。再生色素は治ってるんだ。でも意識が戻ってこない。ふざけるな。お前は俺の許嫁なんだ。俺の許可なくて勝手に死ぬなんて許さない。戻ってこい、リリシア。うるさくて眠れないよ、バン君。泣き虫のヘッポコ剣士が華々しく散ろうとするなんて100年早いんだよ。これからは無理せず目に見える範囲で守る戦い。その代わり俺が守ってやる。全てをまとめてな。その涙、今泣き虫なのはバン君だと思うけど、俺が泣くかよ。ただあくびをしただけだ。ほんと素直じゃないのよね、バンは。同感だ。それにしても奇跡とは本当にあるものなんだな。あんな安直な奇跡があるかよ。偶然だ。虹色宝石が過剰に記憶を取り込んだ結果、元の記憶が完全に上書きされたんだ。強い思いで上書きされたことで新たな宝石が誕生した。リリシアはこの宝石が誕生する際の力の影響を偶然受けたんだろう。ただそれだけのことだ。それって結局自分がどれだけリリシアのことを思ってたのか、単に告白してるだけなんじゃない？うん、そういうことになる。うるさいぞ。これでますます命を軽々しく捨てられなくなったね。うん、それはお互い様だろ。ふふふ、虹色宝石ゲット。これで、バンの宝石回収のイベントも OK と。で、バンの最強の武器もイベントで入手なので、これから王様に会いに行きたいと思います。あと、ついでに、あ、城の中にいるか。クーデグレイス。ビット全て解放。なるほど。じゃあビットを4つ出してから使った方が威力は上がるってことか。
あと王様いた。父上、怪我の具合よろしいのですか？うん、心配をかけたな。帝国の救護兵諸士のかな、もろもろかの献身でこのように事なきを得た。何をおっしゃいますか陛下。本当なら縛ってでも安静にしていただきたいのですよ。すまぬすまぬ。家や肉親を失った民たちが気になって仕方なくてな。もうしばし許してほしい。民たちに比べれば世は幸運だったと言えよう。よもやこの命長らえるとは思わなかった。アロン殿と救国兵の皆には感謝してもしきれぬ。おかげで唯一の心残りも果たすことができる。心残り？受け取れば王家に受け継がれしビットだ。グレイシャオの証にして力の象徴である。心して扱うよ。アトム・クリアス。どうしたば？父上、これはまだ受け継ぐわけにはいきません。父上にはまだ国王として民を導いてもらわねば。だからこのビットはあくまで一時的にお借りします。クルムを倒したらこの手でお返しいたしましょう。そうか、ならば必ず自ら返すのだ。いいな、バン。俺に口を支える力があるのかあるかは正直まだわからない。だがこのビットがあれば彼方の力となれる。国より世界を救う方が近いとは皮肉なものだ。俺らしい話だかな。ほい。で、これが、最強の武器。お、攻撃力も魔法攻撃力も桁違いだな。あれ。なんかネットから、吹いちゃった。はいはい。エクティブデグレイス。てか、ビット増やすような、もうねえかなと。OK。はい。じゃあ、今回はここまでにしておきたいと思います。次回は、オバロの、宝石の回収をやっていきたいと思います。では、ロススフィア、キッドプレイナーパート59、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは、皆さんまで見切れな。